ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今日は先日開催され賛否の渦を巻き起こした大型野外音楽フェスフジロックについてのお話をしていきたいと思います。まあ、そもそも賛否というよりかは、開催に否定的な意見っていうのと、そんなこと言ってもしょうがないじゃないかっていう意見に分かれてるっていう感じでしょうか。ネットや SNS で話題になっているところで言いますと、MISIA さんが君が代を歌ったとか、アジカンの後藤さんが、ダブスタ発言で、バッシングを食らってるとか、キングヌーの常田さんの、怒りの矛先を間違えるなよっていう発言に、賛否があったりとか、でフジロックの開催の本部が、陽性者出ませんでしたなんていう発表をして、いやそんな発表に意味があるんかいみたいになってたりで、ここに来てまた新たな火種と言いますか、フジロックに対して経産省が最大1億5000万円の補助金を出すっていうような話が明るみになりまして、格好のネタとなっております。今日はフジロックが開催されたことについての僕の考えっていうのと、経産省の補助についてどう思うかっていう話をしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関するさまざまな動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まず、フジロックの開催について、僕が思うことをお話ししていきます。僕は昨年の3月、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大型音楽イベントの自粛要請が、出され始めた、その時から一貫して、強制力のない要請に従わないっていうことを批判されるのはおかしいと、やりたければドームライブでも野外フェスでもやればいいっていう考えです。エンタメ業界っていうのは政府の要請に従える範囲で従いながら交渉を続けていくっていう道を選んだわけなんですけれども、ウイルスの流行から1年半が経過して、それぞれの事情とか思惑とかで足並みが揃わなくなってきているという感じです。僕個人的な考えとしては、もっと早い段階で強硬的な姿勢を見せて、政府の実効性のある、感染防止対策や、経済対策を、促すべきだったっていうふうに考えているんですけれども、実際に、交渉のテーブルにつくことができる、いろんな人の、命を預かっている、いろんな人のこう仕事を生み出している、そんな立場の人にしかわからないような、苦労っていうのがあるのでしょう。今からめちゃくちゃ大事なこと言います。新型コロナウイルス感染症が蔓延する前、平時に必要とされていた仕事、なりわいを、他者が直接的に批判すること、否定することは絶対にあってはならないと僕は考えてます。それが音楽家であれ、テレビタレントであれ、飲食業の従事者であれ、医療従事者であれ、もう何であれです。国民の意見とか感情っていうのは政府とか自治体に向けられるべきで、彼らが調整をするべきだと。もちろん国民一人一人がやれる範囲で感染拡大防止に努めることは大事だと思います。僕自身もう最近ほとんど家から出てないですし、昨年から自分が生きていくための新しい収入源の確保っていうのにも努めてきました。人を集めるようなイベントっていうのは基本的に自粛してます。そういう個々人の努力、できる範囲の努力っていうのは前提として、感染拡大につながる可能性のある行動っていうのはもう身の回りに溢れているわけで、フジロックのようにたまたま目立っている、そういった、イベントとか、そこに関わっている人たちに対して、直接国民感情の石つぶてが投げられるっていう状況は非常に良くないなっていうふうに思っています。どうかしてるぜと、おかしいよっていうふうに思います。これに関してはデモとかじゃあとかないですよ。普通に考えたらわかるはず。僕は今の世の中、人間の醜さ、身勝手さっていうのがあらわになっていて、すごく気持ちが悪いなというふうに思います。なのでことあるごとに、ホットな話題に便乗しながらおかしいよっていうことを、このチャンネルでは言い続けてます。さて、フジロックに
経産省から最大1億5000万円の補助が行われるそうです。これ聞いてどう思いました？さすがにふざけんな、それは違うだろっていうふうに思いましたか？ニュースの記事によりますと、この補助っていうのはコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金というものらしく、J-ROD ライブ補助金というふうに名付けられております。この補助制度、僕去年から知ってました。多分音楽に関わる仕事をしている方、知ってる人たくさんいると思います。で、この制度を利用している団体とかアーティストって実はめちゃくちゃいます。試しに YouTube で J-ROD ライブっていう風に検索してみてください。タイトルのお尻に 4J-ROD ライブとついたライブパフォーマンス動画がたくさん出てくると思います。これ実は補助金制度を活用した人がやらなきゃいけない、アップしなきゃいけない動画なんですね。タイトルに 4J-ROD ライブっていうのが含まれているライブ映像を見たことがあるという人、なんか動画の作りが視聴者に向いてないなっていうふうに感じませんでした？なぜかというと、補助金制度を活用するための報告という側面が非常に強いから。審査をパスするために求められる条件とかっていうのが細かくあって、それらを満たすことを主眼に置きつつ、ライブ映像は別途コンテンツとして販売するとか、そういうことを考えて動画を作っていくと、よくわからないライブのハイライト動画が出来上がると。まあ、何が言いたいかっていうと、経産省からお金をもらってるのはフジロックだけじゃないんですよっていうことで、基準にのっとっていろんな人が補助を受けているんだよっていうことです。で、この動画で僕が皆さんにお話をしたいのが、この補助を受けるための条件なんですよ。音楽家は昨年からずっと、この補助金の制度ができた時からずっとおかしいおかしいって言い続けてるんだけど、音楽家を対象にした補助金制度っていうのはこれ以外にもいろいろあって、でそのほとんど全ての補助っていうのが新たな公演の企画っていうのを条件にしてるんですよ。どういうことかと言いますと、コロナのせいで予定していた公演を中止せざるを得なくなりました。これは政府の要請を受けてですと。当然たくさん損失を抱えます。少しでも損失を軽減したいですよね。政府のお願いを聞いて協力してるわけだから、それに対して救済措置を取ってくれよと。じゃないと死んじゃいますよ僕たちっていう話です。わかりましたって言って用意されている救済策っていうのが、新しくやる公演の公演費用の一部を肩代わりしますっていうものなんですね。僕たち音楽家とかエンタメ業界の人たち、家でじっとしていて生きていけるならそうしたいのよ。感染拡大が、加速しているこんな状況で公演とかね、フェスとかね、やりたかない、それはやりたかないんだけども、損失を軽減するためには、自分たちの組織を維持するためには新しい公演を企画してそれに対して補助を受けなければいけないと。人を集めなきゃいけない、人の流れを生み出さなきゃいけない。感染拡大防止策っていうのと、感染拡大防止に協力した人たちに対する救済策っていうのがめちゃくちゃ矛盾してるんですよ。この内情を聞いて、フジロックに対する補助がけしからんとか、言ってる人っていうのは単純に無知なだけ、もしくは頭がおかしいか、どっちかです。今回のフジロックの一件を契機に、音楽業界の人以外、広く国民に補助制度の矛盾っていうのが明らかになりました。パフォーマンスだかなんだか知らないですけれども、小泉環境省が、制度の見直しが必要だなんてことを会見かなんかで言ったらしいです。このコロナ禍ダメージを受けていない音楽家アーティストってほとんどいないです。自分の好きなアーティストが活動できなくなっちゃったら悲しいでしょ。実際、金銭的な体力が、あまりない、グループとか組織っていうのはどんどん解散してますよ。音楽愛好家の皆さんには、この動画を見て、なるほどそういうことかと、まず理解してもらえれば嬉しいですし、その上で感染拡大防止と、経済的な救済っていうのを両立するような形への制度の見直しについて、ぜひ追い風となるような声を上げてほしいなというふうに思います。で、こういうことをお話しすると、辛いのは音楽家だけじゃない
とかね、そういうこと言ったりする人がいるんだけど、それはそれですよ。辛い人はみんな辛い辛いって声上げればいいし、その中から救える人から順に救っていけばいいと、そういうことだと思います。私の方が辛いとか、私こんなに我慢してるとか、そういう話を、それぞれのね環境に置かれている人たちが直接やり合ってしまっても、それはね答え出ないし、お互い傷つくだけだから、みんながみんなそれぞれの立場で、今こういうことで困ってます、こうしてほしいですよねっていうのを上に上げていく、自治体だったり政府だったり、そういったところに声を届ける、それで何とかしてもらいましょうよっていうのが、国家のあるべき姿なんじゃないかなっていうふうに思います。でそれで何とかしてくれない人たち、全然働かない人たちっていうのは、選挙で落とすと、そういうことでいいんじゃないでしょうか。ということで、実は皆さんが触れていたかもしれない J ロッドライブについて、経産省の補助金について、お話ししてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。